覚悟を決めましょう。ここは20メートル内から2番目、5番の神谷田が1番人気に押されました。思想タイムは 3.27、 そして SG タイトルホルダーである8番の木村武史が人気対抗格。10秒前です。6レースの発走でございます。ランプが消えます。3秒前、準々決勝第6レーススタートしました。 20m、 おっとやや持ち上げてしまった5番の神谷田。インコースから4番の森谷がスターター先手を取りました。そして間から神谷田、外から6番の岩見が前に上がろうとしています。岩見が最終班から追い越し条件を握りました。先頭は1番の甲塚です。そして2番手には2番の牧野、3番手が3番の佐久間の体制になりました。競争は2周回目に入ります。1番の甲塚が逃げています。2番手は牧野、3番手に佐久間、4番手に6番の岩見がつけています。中段5番手に1番人気の神谷田匠、内側潜り込もうとしておりますがまだわずかに届いていない。おっとその進路をうまく塞いで6番の岩見がここで3番の佐久間の内を捉えました。さらに神谷田のインコースを刺してきたのは8番の木村、5番の神谷田、今6番手の位置取り。1番の甲塚の主導権です。2番手は牧野、3番手には6番の岩見という対戦になりました。4番手に8番の木村が攻め上がりまして残りは3周回です。1番の甲塚が主導権を握っています。中段では8番の木村の内を狙った5番の神谷田でありますが入りきれません。先頭は1番の甲塚、2番手は2番の牧野、体勢変わらず。3番手は6番の岩見、4番手が8番の木村の体勢になりました。残りは2周回です。さあここで7番の山田も神谷田を捉えました。神谷田6番手に交代しています。1番の甲塚を攻めに行くのは牧野、ここで牧野が3コーナー先頭を奪った。2番の牧野が先頭に上がっています。そして6番の岩見が3番手の位置、そして8番の木村が続いて残り1周ブルーフラッグ。3番手の際が大混戦です。わずかに岩見がリード、8番の木村が続いています。おっと岩見は滑った。外から木村、外から木村、最終コーナーでは岩見の外から木村が前に上がろうとしています。内側から岩見、先頭は2番の牧野、2番手の際は1番コースが並んでくる。木村届かない。払い戻し金です。2連勝短式2番1番4120円、16番人気。2連勝複式1と2の組2450円。そのスタート構成に注目。佐藤真也、ここまで連勝できています。対するはハンデゼロ深谷光、依然としてハンデチャンスというシチュエーションが続いています。10秒前です。7レースの発走でございます。ブルーランプが消えます。スタートまでは3秒前、グレードレース7、準々決勝をスタートしました。秋田今日もちょっと遅れた。佐藤真也は秋田が壁になった。内側から山際慎介、好スタートを切っています。完全に佐藤真也は3番の秋田に行く手を塞がれた感じになりました。最後尾から秋田、さらには重富大輔の内を狙ってこの3コーナーの突っ込み。ここで6番手にさーっと佐藤真也、やや滑りました。先頭は深谷、深谷の主導権であります。2番手1番の中野が続いています。3番手には山際慎介、さらには五十嵐、渡辺淳というところが続いています。このバックスレッジ側では1番の中野の内を潜り込んだ山際慎介、中段6番手には佐藤真也、ここを攻めに行くのは重富大輔。残りは4周回、深谷が飛ばしています。2番手は山際慎介、地元の26キガレースを支配しています。3番手は6番の渡辺、4番手には中野、さらには5番の五十嵐、佐藤真也は依然として6番手のポジション取り。残りは3周回、ここで山際の内を捉えたのは渡辺淳がさらに2番手まで前進になりました。先頭は2番の深谷であります。2番手は6番の渡辺、中段では佐藤真也の内を潜り込もうとする5番の五十嵐でありますが、ここは蓋をした佐藤真也。残りは2周回、
先行する深谷を6番の渡辺敦が捕まえた。先頭に渡辺敦が上がっています。2番手は深谷、3番手が山際慎介、4番手が佐藤麻也という体制になりました。あとは3着争いがどうなるのか。山際慎介のすぐ後ろまで佐藤麻也が迫ってきています。残り1周のグループパック、見どころはこの3着争いだ。山際慎介につける隙があるのか。山際慎介の内をめがける8番の佐藤麻也、前輪かかって3コーナーの突っ込み、入り込んでまいりました。最終コーナーで3番手に佐藤麻也が上がっています。先頭6番渡辺敦トップでゴールイン。払い戻し金です。2連勝短式6番2番2810円、12番人気。2連勝複式2と6の組1240円、6番人気。6番の大木、さらには5番鈴木聡太というところに流れました。3連単では865、1番人気 6.2 倍、絶大なる支持を集めた鈴木圭一郎です。10秒前です。11レースの発走でございます。ブルーランプが消えます。スタートまでは3秒前。11レース準々決勝をスタートしました。さあ注目の最重半、インコースから阿部、外から鈴木圭一郎もいいスタートを切った。一気に外から飲み込みにかかります。4番の阿部剛の後ろに鈴木圭一郎がつけています。2番の竹中の主導権、早くも4番の阿部が1番の田辺を8番の鈴木圭一郎とともともかましていきました。6番の大久保ついていく展開、あっという間に阿部剛まで捉えた鈴木圭一郎、瞬殺であります。3番手に鈴木圭一郎が上がってきています。先頭は竹中、2番手には福田勝則、そして中段では4番の阿部の内を潜り込んだ6番の大木。大木はやや立ち上がり滑りそうになりましたが、それでも4番手、残りは4周回、ここで3番の福田勝則までパスしました。8番の鈴木圭一郎、残るライバルは2番の竹中修二、ただ1人であります。竹中の逃走です。2番手鈴木圭一郎、3番手福田の内を狙ってくるのは大木光、阿部剛は5番手の位置、鈴木聡太6番手、残りは3周回。先頭はここで8番鈴木圭一郎に変わっています。竹中を捕まえました。さあここから竹中ついていけるかどうか。3番手は牽制逆転、3番の福田を刺した6番の大木、さらには2番手までバイクを伸ばそうとしています。先頭鈴木圭一郎、2番手は竹中修司、大木は3番手の位置、残りは2周回。見どころはこの2着争いであります。竹中修司がこの位置を守るのか、体勢を作ろうとしている大木光になりますが、伸びていくのは2番の竹中修司、カーブで差を詰めて大木が仕掛けの体勢に入ろうかというところ。残り1周ブルーフラッグ、さあしっかり体勢を作る大木、その差はほとんどなくなった、ちょっと流れた。2番手争いは2番の竹中が内を締めている。大木は3番手のままであります。最後のコーナーに向かいます。先頭鈴木圭一郎、2番手2番の竹中、外から大木迫りますが、これは届かない。11レースの準々決勝資金です。2連勝短式8番2番930円、2連勝複式2と8の組740円、いずれも4番人気。3連勝現在小雨の川口オート、映像でも少しかすかに雨足がご覧いただけると思います。競走路の状態はどうか。
12レースの発走でございます。5秒を切ります。3秒前、準々決勝第12レーススタートしました。20メートル線はセンターから尾形光一、大外から青山周平もいいスタートを切りました。尾形が最重半からトップスタート、ちょっと青山も滑って、おっと5番の岩田博美、多少なりとも影響がありそうであります。先頭は篠崎実、2番手には真中、そして石井大輔が続いています。最重半から追い上げる1番手になりました尾形光一、そして8番の青山周平が続いています。競争は2周目に入りました。先頭は篠崎実、2番手には真中がつけています。3番手2番の石井大輔、6番の尾形が続いています。インコースをたどってくるのは8番の青山周平だ。滑っている石井大輔、ここでインコースから青山が潜り込もうとしています。さあどうか、無理ができない状態。現在ブチ走路、現在3番手は青山、うまく内側からすくいまして3番手に上がってきています。先頭は篠崎です。3番の真中が2番手から揺さぶりながらの中盤戦、8番の青山がここで真中に並んだ。残りは3周回、こういう不安定なブチ走路、お手の物を篠崎実が先頭でありますが、青山周平が射程に捉えました。3コーナーから4コーナーで先頭は篠崎実、2番手青山周平が、さあ射程距離から内側に並んだ。残り2周回、青山が先頭に上がりました。篠崎は2番手の位置、3番の真中が続いています。2番手争いは篠崎がリード、真中は3番手の位置、4番手に尾形光一、5番手には有吉の体勢になっています。残り1周のブルーフラッグ、先頭は青山であります。2番手篠崎実、3番の真中、3番手走路状態はブチ走路、これは篠崎にとっては恵みの雨になったようであります。最終コーナー2番手篠崎、外から真中揺さぶるも届かない。青山周平先頭でゴールイン。払い戻し金です。2連勝短式8番1番2130円、9番人気。2連勝複式1と8の組1230円、5番。注目の結果は